ははいこんにちユーーーチュバです、えー、今回は「うの」で勝てる7つのコツというのを、えー、ご紹介していきたいというふうに思います。えー、皆様、うのって知ってますよねまあ子どもの頃、一度はやったことあると思います。えーまあ、修学旅行などで、まあ夜な夜なやっていた思い出っていうのは懐かしいかなというふうに思います。でですね、えー、僕もですね、えー、こ最近、えー、息子,の子がですね、えー、まあやり始めたということで、えー、それがきっかけで、まあ 家族の中で、やることがなっていますで、まあ、久しぶりにやってるんですが、まあ、普通に面白いですね、このゲームはですね。ただ、えー、っとまあ、運次第だと思っている子供にとって、えー、っと、うのってなかなか勝てません。で、そこで、えー、子供にですね、まあ、どんなことを教えたら、まあ、上達するのかなっていうのを、えー、真剣に考えてみました。で、まあ、そこでですね、まあ、あの、息子をですね、えー、まあ、実験台になってもらって、 えーとまあいろいろちょっと試してみてですね、えーまあ、これは簡単で効果がありそうだというのを7つほど見つけましたので、そちらを皆様にご展開したいというふうに思います。はい、ちょっと、まあ、その前にですね、まあ、UNO には様々なルールが存在してます。で、まあ、最近になってですね、またですね、新ルールというのが出てきました。えーとまあ、こちらにあげてるんですけども、えーとまあ、手札が交換できちゃったりとか、 まあ,あとは好きなルールが決められちゃったりとかですね。まあそういったちょっと新ルールが出てきてしまってるんですが、えー、まあ基本的にはこれらルールって、新ルールっていうのは、ちょっと何でもあり感があって、まあ、戦略もクソもなくなってしまうということで、えー、ちょっと今回のご紹介の中では、えー、こちらの新ルールは抜きというふうにさせていただきたいというふうに思います。えー、またですね、まあ、ちょっとややこしいんですけども、えー、UNO には公式ルールと境界ルールというのがあります。 で皆様がよく知っているのは、おそらく境界ルールの方だと思いますので、ちょっと今回は公式ルールの方は、えー、省かせていただいております。で、ただ、境界ルールの中でもですね、あの、よく勘違いしそうなところっていうのを3つほど、えー、まずは明確にしておきます。はい。えっ、ー、と、数字カードの連続出しは OK にします。えっ、ー、と、数字が重なったカードですね、が、まあ、色,色が違ったとしても、えー、出せますと。 まあ、例えば、えー、3のカードを3枚持っていれば、で、いずれかの出せる場面のであれば、まあ、重ねて出せてしまうと。なので、これは、まあ、より早くカードがなくなった人が勝ちであるルールだと、まあ、超重要なルールになります。ただ、これ気をつけてほしいのが、あの最後に連続出しで上がりの場合ですね。それは前のターンでちゃんと UNO の宣言をしないといけません。そこは気をつけてほしいところです。 でただ、えー、連続出しはですね、数字カードだけです。アクションカード。いわゆる、えー、スキップやリバース、えー、ドロー2ドローフォーといったものですね、えー。それらは、連続出しは、えー、禁じられています。なので、えー、これらは1枚ずつ出していきましょう。で、最後ですね、えー。ドローの返しっていうのは、まあこの境界ルールではできるようになっています。えー、まあ、これがないとね、あの駆け引きにならないので、これはできるようになりたいですよね。はいで ただ、泥通は、泥、え、通、ー、か泥棒で返せるんですけども、泥、え、棒、ー、はですね、泥、え、通、ー、で返すことができません。なので、ここは注意してください。はい、じゃあ行きましょう。えー、7つのコツをサクッとご紹介したいというふうに思います。えー、まず1つ目です。えー、できるだけ出せる色を残そうと。まあ,あの、最も基本的な戦術になると思います。あの、うのではですね、あのできるだけあのパスをしないで、 パスをすると1枚増えてしまいますのでパスをしないで枚数を増やさないということが最重要になりますですのでパスする確率を下げるということを考える必要があるんですねそうするとやっぱ出せるカードあの出せるカードの色が複数あった方がいいとなのでできるだけなるべく多くの色が残るような出し方をしましょうというのが1つ目になりますで2つ目のコツです重ねカードはなるべく最後に残そう ということでああのののはでですすねあの上がるのがる難しい仕組みになってますでその理由があの上がる前に「うの」と宣言することがルール付けられているので「うの」っていうと当然皆さんが注目するのでするとこの周りはですねその上がりを防ぐために、えー、いろんな手を仕掛けてきますなので、えー、重なりの状態で「うの」をするとそうするとかなり有利になります。 あの重なりの状態で特にですね複数の色で上がれる状態というのはとても強いですあの赤しか上がれない状況と赤と青で上がれる状況というのはあのかなり大きな差になりますはい、えー、続いて3つ目のことですね、えー、相手の枚数を常に確認しようということで、えーまあ、UNO ではあの自分が上がることっていうのが目的なんですけども、まあ、それと同時にですね 敵に上がらせないことっていうのも同じぐらい大切になりますなのでえー、まあ最低限としてですねあの周りの手持ち枚数が何枚なのかっていうのは常に確認しましょうで、特にあの枚数の一番少ないプレイヤーっていうのは当然上がりに一番近いプレイヤーということなので最も注目するべきですはい。続いて4つ目です、えー、どの色を持っていないか覚えよう でまあ、この辺りからですね、ちょっとあまり、えー、普段から意識していない人も多いので、まあこの辺ができる動作が生まれてくるところです。でまあ、誰がどの色の時にパスしたのか、えー、これはとっても重要な情報になります。あのパスした時っていうのは、まあ,あのもちろん重ねであえて、えー、重なってるからあえて出さないっていう可能性はあるんですが、基本的には、えー、その色を持っていないからパスします。なので、 もし同じ条件でターンが回ってくればまたパスする可能性が高いのでその色は覚えておきましょうと。でこれに重なって、はいえー、たくさんパスをさせてしまいましょうということで先ほどのですね、えー、この人はこの色でパスしたっていうのを覚えていれば、えーまあ、積極的にですねその色に変えてしましょう、えー、変えてしまうと。でその色に、えー、なっているんであれば スキップとかリバースを使ってその人にターンが回せるんであればどんどん回しましょうと。そうするとその人はもう引くしかないので、えー、っとその人が上がりにくくなるということでこれはどんどんやっていきましょうということです。でコツの6つ目ちょっとこれ難しいです。できたらなのでできたらなんですけどもどの数字を出したかっていうのも覚えていれば強いです。あのなぜならあの 重ねがありなルールだと,、えー、と一度出した数字っていうのはもう持っていない可能性が高いんですね当然あのその後に引いてきたっていうのがあれば当然持っているんですけども、えー、だいたい8、えー、出したカードっていう出した数字っていうのはもう持っていない可能性が高いとであればあの最後の上がりの時ですね8、えー、その色色がわからない時はですねその数字 で、えー、合わせられて、えー、上がられちゃう可能性があるので、えっ、ー、とその時ですね、あのー、数字を選べる選択肢があるんであれば、えー、この人はこの数字をだ一度出しているから、え出、ーえー、持っている可能性は低いということで、その数字を選ぶことができます。まあ、ただ、これ全員のものを覚えるのは難しいので、えっ、ー、とまずですね、量のなりのどちらか強い方の、えー、数字だけでも覚えられれば、えー、かなり勝率は上がるんじゃないかなという風に思います。 はい最後7つ目ですねえー、とポロリを見逃さないことということなんですけども、えー、ちょっとこれは戦術とは違うんですけどもあの勝率があの格段と上がる方法になります、えー、まあアナログなカードゲームなんですねうのってなのでどうしてもですねカードを落としたり、まあ、何かの拍子に相手に見られてしまう場面っていうのはかなり多くありますでこの時ですねあのこの人はこの色を持っている そういう情報というのは、えー、勝敗をかなり左右します。まあ、これもちろんそうですね。あの読みではなくてあの確実に分かっているっていうこのこの人はこの色を確実に持っているっていうのを、えー、分かっている状態はもう本当に有利です。でこれをあの卑怯だと考える人もいると思います。ただ、えー、強い人っていうのはこういったこともしっかりやっています。はい本当です。 でまあ子供に教えるのに、まあ、少し抵抗がある親御さんもいらっしゃるかと思うんですけどもまああの全力で勝つっていうのはあのこういうことですよっていうまあそういうのを少し示してあげられるのもいいことなのかなというふうに僕は思いますまあたかがですね、まあ、ゲームなので、まあ、そういったことも、えー、やってみると、えー、本当勝てるようになるよというのを教えてあげるといいかなというふうに思いますはい最後まとめになりますえー、まあこういったね、まあ、案外簡単な方法で えーと結構勝率を上げることができま,す、えー、まあ当然カードゲームなので、まあ、運の要素も強いんですけども、まあ、そういったことを最低限のことをやるだけでですね、あのー、勝率は上がるものです。なので、えー、とこういったことをですねお子さんに教えてあげるというのは非常にいい勉強になるのかなというふうに思います。あとですねあの子供はあのうの忘れが非常に多いです。うのの忘れっていうのは上がる前に 必ず uno って言わなきゃいけないんですけども、それ言わないで上がってしまうと、それは上がれない。しかもバスになってしまうとで、これはあの子供は非常に多いです。なので、えっ、ー、とまあ、uno っていうのはその注意深さとか注意力ってですね。そういったこともあの鍛えられるカードゲームなので、あの是非ですね。お子さんと一緒にあのやられるのはあのいいことなのかなという,ふうに思います。あの単純に面白いですし、あの是非ですね。ええー、と、まだ子供に uno 教えてないって方がいらっしゃいましたらぜひですね。一緒にやって。 えー、楽しんでいただければというふうに思います。はい。えー、今回は以上であります。えーまあ、こういったですね、まあ、カードゲームっていうのも、えー、と結構面白いものたくさんありますので、まあ、こういったこともですね、えー、ぜひですね、ご紹介していければいいかなというふうに思います。はい。えー、ですので、チャンネル登録のほど、えー、よろしくお願いいたします。えー、また、ブログやツイッターもやっておりますので、えー、そちらも見ていただけると大変嬉しいです。はい。それではまた会いましょう。では。